上与内駅は岩手県盛岡市上与内寺中居にある東日本旅客鉄道山田線の駅である。外装リニューアル前の駅舎ホーム相対式ホーム2面2線のホームを有する列車交換可能な地上駅。互いのホームは盛岡方の構内踏切で連絡している。盛岡駅管理の無人駅。最近まで連鎖閉塞式が採用されていたため、長年にわたり、 運転業務取扱いのため駅員が配置されていた。森岡駅、区会駅間において、閉合閉塞を行っていたため、12時から翌朝6時までは、当駅の交換設備は使用停止となっていた。木造平屋建ての駅舎は開業当時のものを使用しており、現在は待合室部分のみ使用されている。 友人時代末期は13時50分から翌朝6時45分まで駅舎が閉鎖されていたが無人化後は終日開放されている2020年4月29日にクラウドファンディングを活用した駅舎の外装及び内装のリニューアルが実施された報道に、j r 東日本によると2000年度から2017年度の1日平均乗車人員の推移は 以下の通りであった。駅周辺は、与内川の流れる谷に位置しており、周囲を丘陵地に囲まれている。この川は、山目や岩名の住む渓流として有名で、森岡市街からも1 0トル足らずということや、漁業権が設定されていないこともあり、休日には多くの釣り客が訪れる。また、浄水場があり、森岡市民の飲み水を提供している。 家賃に市水を得やすいこともあって周囲は水田が広がっているほか、北側の丘陵地帯には桜台という新興住宅地が広がっている。当駅から東隣の旧大市田駅跡までは全面舗装の市道、米内川林道が並行している。東日本旅客鉄道山田線快速、リアス、山岸駅上与内駅陸中川井駅普通。 山岸駅上与那駅大志田駅、朝岸駅、区会駅内消し線は廃駅2016年3月26日のダイヤ改正以降、隣駅となった区会駅との距離 25.7km が JR 東日本管内の在来線で最長の駅間距離となっているが最長であった。注釈、編集出展、編集報道発表資料、編集新聞記事、編集。 ありがとうございます。